こんにちは。こんにちは。NBT サッカー技術研究所の信人です。エイジです。今回はサッカーの基本となるボールの持ち方、整体について説明していきたいと思います。で、まあ、いきなり整体って言われても、多分何ってなると思うから、まあ、サッカーのボールの持ち方について、まずちょっと話していきたくて、サッカーのボールの持ち方っていうのが大きく分けて2種類あります。2種類。なんか予想というか。1種類は今言ってた整体、その相手に対して正面に整体するっていうのが、はいはいはい、正面にもう配置するっていうところ、もうこれが一番かなって分かるんですけど、もう一個って何？ああ、もう一個、もう一個っていうのが、まあ、整体っていうのは一つこの相手と向き合うっていうところで、ボールの上でもう一個っていうところで、このスペース方向に向くっていうスラロームドリブルっていうドリブルのボールの持ち方になります。今あの2種類のボールの持ち方、整体とスラロームっていうのを今名前上がったんですけど、サッカーにおいてはどっちのボールの持ち方を優先して持つべきだと思いますか？もちろん、まあ、それはディフェンスやっててもそうですけど、はいはいはい、やっぱり整体、ディフェンス目線からの整体がやっぱり整体の方が大切なんです。ディフェンスからしたら嫌っていう意見。そうですね、さすがディフェンス。そうそう、まあ、僕自身の理論でもあるんですけど、まず基本のボールの持ち方としては整体を基本としてほしいというふうに考えます。これには、まあ、明確に理由というかがあって、それを、まあ、簡単とこの整体っていうのはこうで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 って淡々と話すのもまあ一ついいんかもしれんけど、何かに例えて分かりやすく説明していきたいというふうに考えてて、これから、はい、っていうところで、まず整体における1対1、1対1対人の重要性っていうところから説明していきたくて、それをボクシングに例えて説明していきます。ボクシング、じゃあ整体がないボクシング一回やってみます。多分、何一瞬だってなる。はい、行きます。よいスタート。こういうことです。相手はこっちに向かって整体してきてるのに対して整体せんボクシングで、こういうこんな感じ。どうですか？もしくはこうとこんな感じ。いや、もうそれかなりふざけてます。かなりふざけて、多分ボクシング好きな方見たら多分キレるというか、おい何してんねん帰れよってなるぐらい逃げてるような感じになります。これって人間の体の構造もかかってるというか、まあ簡単に説明すると、例えば戦いますっていうところで、正面やってここって平等、もお互いの力量になるけど、はい、この状態どうですか？横からよく言ってもらって、この状態やったらどっちが来る？明らかに僕の方が有利、もしくはもう分かりやすくこの状態どうですかって、もうやりたい方だよ。もうこの状態も一番弱いというか、やっぱり人間戦う上で正面が一番戦いやすい風に備わってるっていうところで、1対1とか人と人同士が戦うときは常にやっぱ正面の状態からこう戦うっていうところが、この整体1対1における整体の重要性になります。で、先ほど整体の重要性、1対1における整体の重要性をボクシングに例えて説明させてもらったんですけど、次が心理、1対1の心理について鬼ごっこに例えて説明していきたいと思います。それではいきなりやけど、鬼鬼やってください。まずじゃあスラロームのイメージの鬼ごっこ、逃げ方としては、はい、行きます。鬼が来るから逃げる、おおやばいやばい、どっちに行こうかどっちに行こうかなって逃げてるけど、結局鬼は追いかけるの一択で、このままそのまま伝されて、あやうとっていう風になっちゃうところを、もう一回ちょっと鬼行ってもらって分かりやすくいきます。よーい、スタートの時にグッと向き合った瞬間に、はい、今何が起きた？さっきはずっと鬼に追いかけられっぱなしだったけど、向き合うことで鬼は止まる、で左右の選択肢、駆け引きができるようになることで、こう逃げ回られなくて、やっとって逃げれるようになる。そう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 、これ正解してなかった、ただ左右の駆け引きしても結局追いかけられてる状態で追い込まれてるようになっていくっていう、やっぱりこの苦手な方向じゃなくて、しっかり戦いを向けて正解して駆け引きするっていうところが、やっぱり主導権握るというか、
ボール持った時に自分が主導権を持ってアクション、リアクションじゃなくてアクションで仕掛けることができるっていうこの心理が関わってくるんで、まずはしっかりボール持ったら整体するっていうこと。もうもちろんこのディフェンスのプロからもディフェンスで一番嫌っていうお墨付きもらってるんで、もう間違いないです。それでは、A 時に、ディフェンス行ってもらってで、オフェンスやります。で、1個目が整体なんで、最初からスラロームドリブルから入ります。で、A 時にはパス出してもらったと、もう高圧的にバッとディフェンス来てうおってなるような状態シチュエーションでのイメージでやっていきます。では1回目いきます。ダメだね、この状態今起こったこと、ゆっくりじゃあ2倍速じゃなくて、なんていう、逆に2分の1をスローで1回いきます。 A 字が来た時にリワンタッチ目に横向いてしまったっていうところ、これがもうスラローム。しかもこのスラロームは相手が来た方向に対してのスペースじゃなくて、相手の勢いにビビってボール取られるのを、ボールを取られるから横に逃がして取られるっていう一番最悪な取られ方。これは初心者によくありがちというか、まあ、しょうがないというか、しか戦い方を知ればできるけど、戦い方すら知らなかったらやっぱ最初怖くて取られるから、どうしても何回もこうボール体で隠しちゃうというか、相手に対してつながって横向けちゃうことで、これに対してこの整体っていうことを知ってるだけ、何もうまくなる必要ない、整体っていうことを知ってるだけで変わる。もらった後こうやるだけでデータ止まる。でこの後最後の選択肢だから、こういう人に向けて逆取ったりとか、こういう駆け引きができるようになる。こう整体が止まることで、相手は受け身になります。で攻撃の動きを待ちます。どっちが来るのか、その動きを待つのを逆手にとって、待ってるからこっちに食いつかしてこう逆取るっていうことができるようになってきます。これが主導権を握った主導整体っていうボールの持ち方になります。でも結局このスラロードリブルと整体で整体しようねって言っても、結局スラロードリブルっていうのは確実にどのシチュエーションでも起こり得ます。なぜかというと一回説明します。レイジにパス来てもらって最低で止めます。で逆取って抜いた後、この後これもスラロームドリブル、スペース踏み取ってエイジが追っかけてくる状態だけど、一発目からもう一回もらって、一発目からこっちに向くのと取りに来るのと、一回整体を入れて駆け引きするの。いや抜いた後逆取ってるから追っかけてくるのに一個遅れる。で追っかけてくるのに一個遅れるから、その時に前に入って抜き去ることとか、いろんな選択肢が増えるんで、やっぱり最初ボール持った瞬間はしっかり整体から入るっていうところが大切になってきます。ディフェンスとしても多分これが一番やりにくいけど、上手い選手ってやっぱりもうしっかり対峙してしっかり仕掛けしてくるよねっていうところになってくると思います。でこの整体の狙いっていうのが、まずこのボール持った瞬間にリアクション、相手が組んでくる状態じゃなくて自分がアクション的に仕掛けれるようにするっていうところが、まあ、主導整体、整体の一個一つメリットです。でもうちょっとが、まあ、この相手の足を止めることで左右に選択肢を持つことができる。嫌なところって言ってるんだけど、なのでその左右に選択肢を持つことができるからこそ駆け引きができる。この左右どっちか駆け引きで、逆を取ったらその後のスラロームドリブルが相手一個追いかけてるのが遅くなるから有利に進めていけるよね、もしくは相手がこう追いかけられない状況に逆取りができるからっていうところが、もう一番整体の大切なところというか本質になってきます。もう明日からできる技術なんで、正直なかなか難しいんですけど、実際自信がないと相手と向き合えなかったりとか、どうしても反射的に逃げてしまったりとかするけど、やっぱりそこをしっかり変えていくというか、ボールもらったらまた相手と向き合う、絶対止まる瞬間出てくる。どんだけ上手い選手、上手いディフェンスでも、逆に上手い選手の方が、みんな言ってた通り、止まってしまうぐらいのイメージなんで、しっかりこの整体っていう技術を理解して、ボール持つことで、サッカー選手として、全然格段とレベルアップできるんで、明日からしっかり実践してみてください。よろしくお願いします。